世間一般のインターチェーンって何なのかっていうのはよく分かっちゃいないんですけど、自分にとっては一番頑張んなきゃいけない瞬間なので、試合に関しては。おそらくそれ終わってから何か感じるものがあったりとかするかもしれないですけど。ヒョードル、ノゲイラ、ミルコ、そんな化け物たちと渡り合ってきた男のラストマッチ、解釈人はこの男です。若き極真世界王者、第12回全世界空手道選手権大会覇者、史上最強の空手、その頂が雷神降臨。格闘家としての死に場所はここ、雷神。男の名は高坂剛、52歳と42日。家族が戦いを見ています。イカさん、シーヤさん、モルク、格闘技界の賢者と呼ばれるヘビー級バカ一代。さあ、最後の戦い、発目せよ。あ、会場には田村清選手と坂田渡さんが。自分知らなかったんですけど、画面に映ってる田村さんとか坂田先輩とか姿を見て、一瞬にしていろんなことは脳裏に巡りましたけれども、ああいうことってあるんですね。自分も初めての経験です。はい、中央取りました。さあ、まもなく現金最初から前に出ましたね。そうですね、大坂選手、左の上段回し蹴り、前蹴り、後半からかぶっ、試合中何考えてたかって言ったら、本当にもう常に前に出ること、絶対下がらないこと、あと目の前にいる相手を倒しきること、それしか考えてなかったですね。それがだから気がついたら片足タックルになってたりとか、考えて出した記憶は全くないです。これしっかりと今度させず、指を使ってガードを戻しましたね。突き放した、立った、立ちました、すごい、やったね今。しかし食らいつく52歳です。この左の膝、膝蹴りもらうですよね。左入った、いや、もらうと、うん、あ、さあ、投げ切るか、残しましたね、残しました。よく見て、あの上田選手がね、硬さがバッター入った、やっぱ顔面のパンチ、まあ、あの覚えてないところもあるんで、まだそれを見返さなきゃいけないですけど、これは極真なかった恐怖ですね、まあ、本当それで負けたっていう感じなんで、まあ、また一からしっかりやっていきたいと思います。お疲れ様でした、ありがとうございます。でも本当、エプロンサイドで家族がいて、田村さんとか坂田先輩とかも含め、いろんな力が働いてくれたのかなっていう気はします。持ってますね、高坂はね、すごい、素晴らしい。なかなかあんなんできないから、まあまあ、長い間お疲れ様でした。あの最後いいもの見せてもらいました、ありがとうございます。同じくです。格闘技をやっていく上で、やっぱり練習の仲間だったりとか、相手だったりとか、あと家族の支えだったりとか、自分のデビュー戦から応援してくださってる方もおそらく今日見に来ていただいてると思います。その全ての方に本当にありがとうございました。
こんな頑丈な体に産んで育ててくれた自分の両親と二人の兄貴には本当に心から感謝です。どうもありがとう。長い間応援本当にありがとうございました。まあでも泣いてねえだろ。泣きかけたの。お父さん別に泣いてたわけじゃない。あれは涙。汗じゃな。自分の試合っていうことは本当にここでしっかりけじめをつけさせてもらえたので、これから本当に今日対戦した上田君もそうだし、ヘビ級の選手たちそういったところの底上げというか何か力になることがあればいいなっていうふうには今思ってます。高坂剛。長いお疲れ様でした。ありましたありました。なんか感動しちゃいました。やっててよかったな練習。入れ替えろ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 。入れ替